バイヤー試薬は有機化学の訂正試験において不法和結合を検出するために用いられる試薬、ドイツの科学者アドルフ・フォンバイヤーにちなんで名付けられた。バイヤー試薬はカマ化ガン酸カリウム水溶液であり、酸化剤として酸化還元反応により分子内の二重結合及び三重結合にヒドロキシ元を付加し、ジオールを生成する。ただし、 カマンガン酸イオンの酸化力は液性により異なるので、生成物も,も液性に依存する。この反応により、カマンガン酸イオンの赤紫色が消失し、酸化マンガンの黒褐色沈殿が生ずる。この反応におけるヒドロキシ元の負荷は、同速のため、新負荷であり、アルデヒドやギサン、ギサンエステルに対しても陽性反応を示す。二重結合び三重結合と反応すると、 茶褐色の沈殿として、マンガン酸化物を生ずる。有機化学の反応性、アルキルへの反応、https://kusuri-jou.com/.chemistry/.reactivit h は ini.html 有機化学の学習を深める。 発展知識 http コロンスラッシュスラッシュ yyy1496.web.fc2.com スラッシュ tues125.pdf ありがとうございます。